いるな。本当に勝ちたいのか。本当かな。ホロメン連合軍最強説、力を合わせてバーサス友人 A。 今日はね、じゃあ MC で呼ばれたかもしれないんですけども、そうですよ、やらせねえからな。やらせねえからな。ということで今回はですね、私たちの底力を見せつける企画となっております。何の底力かな。なんだろう、なんだろうね。アイドル力かもしれない。アイドルかもしれない。よかった、バカ力って言っちゃったけど、よかった、アイドル力だからね。ということでね、今回は博識な A ちゃんにいろんなクイズで勝ちたいと思います。なるほど。ということで、あの A ちゃんに今日勝ちに来たんだけど、 A っていうね、勝ちに来たんだよ。人生ちょっと今日間違えちゃったかな。まあちょっと英語が弱そうな、ちょっと狼さんとあんまり戦力ならなそうな、ちょっとヴァンパイアさんがいます。おじやめな、おじ戦力ないとかやめな。ちょっとまあね、クイズ対決ということで、クイズといえばこの天才ネレなんじゃないんでしょうか。ねえ、任せな。ちょっと待って、誰に、ね、誰に動いても食べてるこれ。みんなに言ってます。まあ、ちょっと不安なところはありつつもですね、まあ、今回は力を合わせてということなので、はい、私たち3人でね、相談してクイズに回答する権利がございます。つまり3対1でございます。楽勝なんじゃないのそれ。いやもう楽勝かもしんないね。いや弱い桃太郎みたいな感じですね、お3人とも。どういうこと。じゃあ早速問題に移りましょう。太陽系で一番大きな惑星は。シンキングタイムいきましょうか。はい、スタート。太陽系ってことは水金地火木土天海の名がなくなったやつの多分どれかですよね。メルさんとか太陽って言ってくれたらいいんですけど。メルちゃんは何だと思う。地球ではないことは間違いないね。じゃあ書いていこう。オッケー。ドッテン、なんだっけ、水金地下木ドッテン海。あ、天才。地はもう今破壊したんで。破壊した。バツ。破壊してる。太陽ってそんなでかいの。太陽でかすぎたらさ、やばくない？燃えちゃうじゃん。そうだよね。じゃあそんな太陽に対抗できる水星とか。なんか水出そうじゃん。木星バトルだった、もしかしてこれ。そういう話じゃない。木星は結構でかい。木、土星もでも大きかった気がするけど、あれガスじゃなかったっけ。土、天王星は多分ちっちゃいから、多分木星じゃないかな。何曜日が好き。でも違うかな。金曜日が好きだな。映画もあるし、輝いてるし、花金って言うし。っていうか長くね、太陽系で一番大きな惑星はっていう問題に対してなんでこんなに3人で喋ってるの。吹雪は何が大きいと思うの。なんか議題から外れてるような気がするんだけど。え、もうそれ木星っしょ。じゃあ木曜日だ。あ、木星だ。木星だ。じゃあ我々は決まりました。すやー。あ、皆さん寝てる。あらちょっと遅すぎやしませんか。あれちょっと寝ちゃったな。議論に議論を重ねてたんですよ。待って、太陽系で一番大きな惑星の議論必要あります。1個しかないじゃないですか。あります。だって何の話よ。では連合軍の回答はこちら。はい、こちら、木星となっております。まあ、理由はミオちゃんとフブキちゃんが言ったからですね。ちなみに下に書いてあるのは木星人を書いてくれました、はい、天才なので ね、 そうですね、天才なので木星人まで誕生しました、はい、ではでは A ちゃんの回答こちら。こちらです。うわ、悔しながら私も木星なんですよね。なんか悔しいな。でも水金地火木土天海冥に金が足りてないです。あ、待って待って、でもちょっと待って、ストップ、ストップ、ストップ。天才バイバイヤのメルちゃんが一番最初に言えましたけど。そう、言えたよメル。デックの声を聞いてればわかるから。私水金地火木土天海って言った。でも書いてない。テストでは0点です。まずいこれは。じゃあ正解見ていきましょうか、はい、ではスタッフさん正解をお願いします。
あーよかった。木星やったまあ、今回はちょっと引き分けということで、はい、どっちも正解ですね。もうなかなかやるじゃないですか。おーなかなかやるじゃん。まあ、ちょっと金抜けてましたけど。それでは問題をお願いします。うおーなるほど。問題は C から始まる英単語をできるだけ多く書いてください。これはまずいですね。これ綴りも合ってないとダメってことですよね。もちろんそうですね。もちろんもちろん。この問題はですね、はい、1分以内に回答をたくさん書けた方が勝ちです。なるほど。ではじゃあよろしいでしょうか。うやばい。逆に緊張するやつ。はい、からじゃあ C から始まる単語1分以内、よーいスタート。みんなが思いつかないっすよな。かぶらないようにしなきゃいけないからな。C。あ、待ってよ。待って、こうだっけ。こうか。これとあとは。なんだっけ。おお、残り30秒です。やばい。なんだ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 。待って、あとなんだ。こちらです。ドン。単語の意味とかをちょっと皆さん分かって書いてるかはちょっと気になりますね。ミオの左上は CO2。 CO2 は。そしてコークの下は。これちょっと足りなそうだな。コーヒー。ちょっと足りない。ちょっと少なめのコーヒー。その下が、はい、コープ。コープ。よく近所に来てる。ちょっと待って、元の意味は分かります？移動型スーパーまんまじゃん。対処とかって意味がありますね、コープだと。対処するみたいな。すごい、単語になったじゃん。すごい、難しくないですか？そんなことないね。近所に来てるコープですか？そんなことないよ。で、まあ、メルちゃんも一番この下のこれは何だい？あ、これコップですね。カップ？カップ？はい。コップとも言うし、はい、カップとも言います。ということで結果が出ましたので結果発表お願いします。おお、ホロレンゴーが14個正解で、10個正解で、やったー、我々の勝利だ。やったやったー。見たか、この数の力を。そうだそうだ。バカも3人寄れば得意やめろ。コップでもコップってまた違う意味のコップじゃないですか、ね、あの警察とかのですよね。ほら分かってないじゃないか。分かってないやん。さあ次はイントロクイズです。なのかな、どうなんですか。ホロライブの多分楽曲だと思うんですけども、ではですね、やっていくんですけども、こちら今回フリップではなく早い者勝ちですね。わかりました。早い者勝ち、はい、分かった方は、はいって言ったら白髪が振りますので、だと我々も負けじと答えていきましょう。ではいきますよ。はい、はい、イントロクイズドン。短っ。はいはい、ミオシャイニースマイリーストーリー SSS です。やったー。待って待って待って、歌入ってないじゃん。さあこれ22バージョンですね。これね、歌入ってないじゃんか。ちょ信じてるよこれ。じゃあ SSS わかんなかったの。わかんなかったですか。Y が名前付けたんやって、これ続いて2問目ですね。イントロクイズドン。待て、はい、あー、はいはいはい、私これは良かったね。1ポイント、1ポイントくれ、1ポイント。だって残りがないじゃん。番組的に面白いのはやっぱり先生です。おだまり社会人、優秀なミオ
が答えられないとこれは。そうだね。次だもん。もういや次わかんなくてもすぐあげる。クイズ。はいはい。あ、あった。ねこまたおかゆさんの琥珀糖。やったー！優勝だー！優勝！やったー！嘘じゃないよ！優勝じゃないけど。最初のやつが、ね、特徴的なんですよ、おかゆさんのこの曲。そうなのか。ちょっともう一度じゃあイントロ聴いてみますか。はい。ここがねなんか砂糖を開けてる感じのね演出が。なるほどね。しかも私あのホロライブ公式の皆さんの歌ってみたとかをまとめてる再生リスト私更新してるんですよ実は。だから覚えてたんですよ、割と最近ね出てたイメージだったので。いやさすがだこれは。よかった。なるほどな。ということでこれにで全ての問題が終了しました。しないです。今回の勝者はポロレンガーゲンの勝利。やったー。イントロクイズをどっちもいけてれば勝てたのか。くっそー、もうちょっと早く上げてればハッピーフィーバーできたのに。まあハッピーフィーバーは負けるわけにはいかないですよね。まあそうですよね。さすがでございますからね。まあ今日のところは一旦負けを認めてもろて。くうつ、覚えてろよー。